川水系に続いて、九州の、まあ、メジャーなフィールドである柳川クリークに行ってきました。で、まあ、柳川クリークで九州の恩賀川水系同様にデッドスローラーで、非常に楽しむことができたんですけども、まあ、柳川クリークは水路がいろいろ入り組んでる場所なんですけども、まあ、駐車場のスペースがなかなかないので、今回僕は、まあ、柳川クリークの100円で、まあ、止めさせていただける場所をメインに、まあ、そこから歩いていける範囲内でクリークの祭りを楽しませていただいたんですけども、ああいう場所は駐車スペースなどがなかなかねないところが多いので、しっかりまあそういったマナーを守って、ぜひねクリークの釣りを楽しんでいただけたらいいかなと思います。まあそんな柳川クリークで、デッドスローラーの 4.8 インチをメインに、非常に楽しむことができたんですけども、今回このデッドスローラーの釣りにおいて僕は九州でもう浮かせて釣るというよりかはボトムのものにデッドスローラーをまあ擦りながら釣るっていう使い方で釣ってるんですけども、クリークといえばねやっぱり護岸されてるとこがまあ非常に多いんですよ。なのでまあそういったところってやっぱりカバーとかがないので騙しにくいっていうのがまあデメリットなんですよね。非常に投げやすい場所であるんです。そういうまあ護岸されたところでじゃあどうやってプレッシャーのかかったバスを釣るかっていうと、ボトムに何かあるものを利用してバスに、まあ、追い込ませる場面を作ってあげたりするっていうことが非常に重要なんですけども、ちょうどねその今回僕が、まあ、東海地方をはじめに、炸裂しているデッドスローラーの釣り、この釣り方は、まあ、ボトムをこすって釣るので、まあ、柳川クリークみたいなオール護岸で、なかなか、まあ、騙すようなところがない場所でもそのボトムのちょっとした突起物に当てたりしてしっかりバスに追い込ませる場所を作ってあげれる釣り方なので、クリークにはものすごく向いてる釣りだと思います。ということでちょっと 4.8 からスタートカラー若崎、マジで左食ったな。
あ、チャイバス。今日もデッドスローラー 4.8 若崎。僕柳川クリークしか行ってないんですけど、あの九州さまざまなクリークがあると思うんですけど、今回ね、すごくメジャーな場所で僕数本キャッチすることができたんですけど、皆さんが行かれるクリークで、ぜひ試していただきたい釣りかなと思います。でサイズ的にも僕は 4.8 インチがクリークみたいなちょっと小場所ではおすすめかなと思います。で逆に遠賀川水系とかちょっと広大な場所で、そこまでねバスの量も多くなくてバスから見つけてもらいやすいっていう時は 5.5 インチが、おすすめなんですけども、小場所だったりプレッシャーのかかってるような場所では 4.8 インチをおすすめいたします。すごく今回2週間ほどね九州にいたんですけど、いろんな場所でデッドスローラーを中心に楽しむことができたので、春ねまだまだ今からどんどん釣れると思いますので、ぜひこのすごい面白い釣りなので皆さんも試してみてください。